未来の人材採用のためにインターンシップ受け入れで自社をアピールしませんか？特定活動ビザは外国の大学の学生が当該教育課程の一部として当該大学と本邦の講師の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受け、1年を超えない期間かつ通算して当該大学の就業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動のことです。卒業または修了をした者に対し、学位の授与される教育課程に在籍する者に限ります。インターンシップ受け入れの条件は3つ。 1. 教育課程の一環であること。所属学校から単位認定されることが前提。 2. 受け入れ側は大学などと契約締結すること。学生の専攻内容と仕事内容に関連性があること。 3. 受け入れ体制と指導体制が整っていること。取得できる在留期間は6ヶ月または1年。費用など詳細については弊社までお問い合わせください。